ない。エベレスト。あ、そうか。エベレスト。いらっしゃい。Thank you.
諦めました。これ以上物を食べるでないという命令が下りました。ミルドちゃんとかわいいね。このまま見た目は適当です。その場で考えた。二人の子供って感じが、ああ髪型が似てる。冷凍で。早く食べないと品質が。本当ですよ。許す。今の。
コール今のはしょうがない。しかも、あの敵今までずっと攻撃で一撃で倒しました。ですね、知ってました。うん、でも微罪なんだね。いやいやいや、今の罪はない。罪ないです。今の罪はない。セーフ、セーブです。セーフ。ありがとうございます。セーフ。ありがとうございます。いかがしいおかげでセーフ。セーフ。いかがしいからです。いかがしい。帰ってます。それでいいですよね、ミサさん。いや、そんなこと一切する必要ない。優しい。売ってるものも調べちゃダメなんでしたっけ？ダメです。直感か。村は見てもいいですか？いや、どうせ村行かないといけないんだ。村はどっちにしろあのデータで見れるんで、データで見なくても体力を回復したいというそれだけのために村に行きます。ね、服装もかなり適当なのでもうちょっといい感じ服装これでいいと思います。Thank you.
はい、次の人どうぞ。次のエリアも頑張りましょう。王様ですよ。
今デンさんが ST4、リキトさん2、クリナニさん4、僕1です。いや、ほんと、マジでみたいな、そういうお願いを。解説ですね。大悟さんが、ニチェリをなんかあっさり倒してしまって、あの、まあ、誰もヘルプユーを持ってない瞬間を多分狙ったんだと思うんですけど、まあ、クルパーの使い方も上手かったと思うんですけど、ここで、今あの ST リーの話が出たんですけど、僕らの UIN のルールでは、アイテム屋と魔法屋に入ったら必ず襲わなきゃいけないってルールがあって、基本的にですね。だけど、まあ、なんでそういうルールがあるかっていうと、要するに、ただそのアイテム屋入って、あれですね、襲うっていうコマンドを使う人がほとんどいないんで、そのもっと襲うことによってもっと面白くしようっていうルールなんですよ。でかといってその襲い続けて失敗し続けると完全にどんどん順位が落ちてっちゃって復活不可能になるんで、スペシャルタイムっていうか ST として一回その襲うのに失敗したら一回だけその襲わ次入った時に店に入った時に襲わなくていいっていうルールを作ったんですよね。でそれがまあ ST ルールなんですけど、それはエリア新しいエリアが開放された時とか、あとは PK で武器を奪われた時、あとはブラックメールで死んだ時なんかは、ST が1個プラスされるっていうことで、あんまりこう、なんていうのかな、一回の、こう、ミスっていうか、一回の、失敗でそんなに差が開かないようなルールを作ってやってますね。先に締めることの大切さを。どう思いますかね、この集中。ひどい。ミチェリは。いや、誰かが仕掛けたと思います、私は。この場所をあえて狙うという何者かでしょう。ですよね。ですよね。バトルスイッチ。失礼。で、ワンパン。
大丈夫ですか？お手手が悪かった。